どうもご無沙汰しております。オカリナの平本です。いつもご愛顧ありがとうございます。今日はですね、スタンダードと EX と GR と、主に3つ、種類があるんですけども、その中でどれが一番いい楽器なんですかっていうメール来ましてですね、実はこれは人が感覚の問題ですから、自分に合うものが一番いいんですけども、ただ製造過程においてスタンダードから EXGR っていうのはやはり手間はかかってますし、GR が一番非常に太い音も出ますし、キレもあるというふうには思うんですけども、プロの方でもカンターレのスタンダードが好きだよっていう人もいれば、先日でしたかね、4C の GR を非常に喜んで買っていたプロの方もいらっしゃいます。で、今日はですね、ちょっと、これはカメラで撮ってるんでね、どこまでその音の差っていうのが分かるか伝わるかっていうのは分からないんですけども、スタンダードと EX を吹き比べてみますんで、ちょっと聞いてみてください。で、僕は最初がスタンダードですとか EX ですとか言いませんので、 A か B かでいきましょう。まず A の楽器いきますね。B の楽器、はい、A と B どうでしょうか。違いがありましたですかね。 A の方が良かったかな、ね、B の方が良かったかな、ね、決まりましたでしょうか。実はですね、 A も B も実は同じ楽器で吹いておりましたというのをね、ネタバラシなんですけども、同じ、実はこれは 4C の EX でこれです、吹いておりましてですね、違いが多分分かったかなと思うんですけども、実はこれがですね、カンターレの一つの特徴になっておりまして、最初に吹いた A の方は少し息を少なめに、ピアニッシモではないですけども、そういう吹き方しています。そして B は少しフォルデ気味に吹いてみました。で、実はですね、カンターレっていうのはですね、その表情がつけられる楽器だというふうにですね、皆さんの愛好者の中でもね、言っていただけるんですけども、先日某音楽雑誌で、カンターレが取り上げられましてですね、あるプロの方が思想しましてですね、評論といいましょうか、非常にですね、カンターレさんは優しく太い音の中に、ディミネントとかクレシェントとか非常につけやすい、曲層のつけやすい、楽器ですよという、評論をいただいた、書いてありましたけどもですね、どうしてもですね、一長短になりがちなんですね。そこをね、うまく製造過程で、どうやったらいろんな吹き方で表情がつけられる楽器になるかっていうのをですね、いつもやっているんですけども、今ので A と B が、違って聞こえた方が僕はいいんですね。実は今ので A と B 同じ楽器でしょっていうの人がいましたら、これは相当カンターレ2と言っていいんじゃないかと思うんですけども、で、さっきも言ったように録音がね、これカメラでしてますんで、なかなか伝わったかどうかっていうのはあるんですけども、そういうふうにね、本当に一本の楽器でも悲しかったり楽しかったり激しかったり、そういうのをね、表現できるような楽器でありたいなというふうに思ってですね、また年末作っていきたいと思っておりますんで、皆さんもですね、実は今一番この EX の 4C というのは売れてるんですけども、GR もありますし、もちろんスタンダードも非常にいい楽器になってますんでね、お店とかあるいはイベントなんかでね、試奏していただければと思っております。ではまた、平本でした。